いつも YouTube ドラマ絆を見ていただきありがとうございます。今からご覧いただくのは第2話のメイキング映像です。はい、なんか言いたいことあるでしょ。言っときますけどね、私レイコって言ってますからね。あれマジゲンちゃんのあの青春ミスでしょ。それではご覧ください。わからんよね本当に。マジもうイエイ。どうしちゃったのかな。レイコって年男の妹の、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、めっちゃごめんなさい。わかります。あ、すいません、お願いします。ごめんなさい。あよ、どうした？エコ、大丈夫？うちらでよかったら話聞いてよ。ごめんなさい、ごめんなさい、めっちゃかっこよかった。ごめんなさい。声出しないで。待ってくださいね、車が。あ、いいんですか。はい、もう一回。交通事故なんかに。あれれ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 れ。何？おいこれ。どういうこと？違った。レイコ。どういうこと？後ろで洗ったにも映るんですよ。お兄ちゃん。兄ちゃん。え？なんすか、なんすか。タマ、タマ、タマ。レイコさん、ちょっと。お兄ちゃんいなくなって。悲しくないわけないじゃん。私だってどうしたらいいかわかんないよ。家族が急急に死んじゃって、まともにいられるわけないじゃない。ごめんなさい。めっちゃ変わった。はい、オッケー。ごめん、ほんとごめん。お姉ちゃん。レイコ。はい、ストップです。レイコさん。うわ、クソ取ってった。それカメラから消えてる。え？お姉ちゃん。ほい。レイコ。あれ？あうまく投げつけれんかった。悲しくないわけないじゃん。私だってどうしたらいいかわかんないよ。家族が急に死んじゃって、あとも寝られるわけないじゃない。はい、OK。 ありがとうございます。事故だ。こんにちは、ライチャーセンスピクチャーズの太井聡です。第2話メイキングご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。ねえ、本当にみんな NG いたしますね。私なんかまだ1回ぐらいしか出してないんだよね。
ということでまだまだね、練習をしながら他の絆進めていきたいと思っております。現在第3話、第4話、第5話の途中まで、撮影がね進んでおります。第3話の公開は11月末を予定してまして、第4話、5話をできれば年内に配信したいと思ってますので、ぜひチャンネル登録して楽しみにしてお待ちください。それでは続いて第3話の公開までしばしお待ちください。またお会いしましょう。